はい、それではドントスターブ実況を続きやっていきたいと思います。前回は、何をしてたかな金とかを集めてましたね。で、これを作ったり、エンドサーミックファイアピットか。で、鍋がちょっと足りないっぽいので、その辺もちょっと解決していきたいと思います。今回どうしようかな、下の方行きながらちょっと氷とかも集めてみようかなとか思ったりもするんですけど、あと冷蔵庫ですね。あのギア歯車がいるんですけど、歯車を落とす敵にまだ出会ってないんですよね。ちょっとその辺がちょっと不安なんですけど、まあちょっと今回もやっていきますか。あと木炭をもう少し欲しいので、ちょっと下の方の森を焼き払おうかなまた物騒なこと言ってますけど、あ、そうそう、あとこのモグラ、これは掘るといいんじゃないですかって、その通りですよね。掘ってみよう。じゃんよ。あ、なんか石がいっぱい出てきた。このモグラ自体は特に害をなさないので、特に何かしようっていう気にはならないですけど、じゃん、おお、なんかなんだろう、このモグラが拾ったアイテムが出てくるのかな。なんかそうっぽいですね。なるほどなるほど。まあちょっと掘ってみるといいことがありそうですね。モグラの巣は回復というか、また作られるのかな。うん、あ、またある。とりあえず石は出てくるのか。どっかに作り直すんだこのモグラ、すぐに。ああ、なんかとりあえず石は出てくるぞ。なるほど面白いな。あ、なんてことを言ってたらギアを落とす敵がここにいるぞ。すんごい蜂の巣ここいっぱいあるけどなんだこの蜂の巣の量は。まずいな。でもあいつらは倒しておかないとギアが手に入らないからな。で、なんだかんだこんな時間ですので、そろそろ暖を取りながら木を燃やす時間かなおお、ブーメランで倒せばよかったかな。この辺の木を焼いていきたい気もしますね。うん、燃やしながら、なんかこうがっつり入る、あ、このマックスウェルズドアのあたりの木を燃やすっていう手もあるな。とりあえずこの辺で火を立てて、あいつら戦わないといけないからベリー10個食べとくか。お、普通に戻った。あ、でもお腹結構回復するもんだな、ベリー10個で。よし、あとは森を焼いて行こう。で、まあ灰も手に入れば回復アイテム作れますしね。あつ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 あちちちち、よしよし、いいぞ。よし、だいぶ燃えてる。あ、種も落としてくれるんだ、燃えたのに。なんて親切設計な木なんでしょうかよし、とりあえずこの辺を切って木炭を取っていきたいんだけど、いっぱいだなアイテムが。どうしよう。あ、この松明ちょっと預けとこうかな。あ、そんなことを前も思ったのか、残り松明がもう一本ある忘れてたな。よし、とりあえず木炭を回収していこう。お、ついでに足跡も発見。これは追っていくしかあるまい。うん、でもギアも手に入れなきゃいけないしな。でもやっぱりこの像が最優先だな像が殺せれば、本当にあれお肉の量無視できないからな。あー、どうしよう、マックスウェルのこの木もちょっと火を放っておきますか。よし、ゴー。じゃあそういうことで
後から取りに行きます。お、発見しました。よし、これはブーメランで一発叩いておいて、あ、しまった、そうだ、ブーメランってそういうもんだった忘れてたよしよし、行くぞ。ブーメランの使用を忘れてましたね。よし、1、2、3、4、5、OK。 あ、でももしかして今攻撃力ちょっと低いのかな。あー、いたたたた、お、倒せた。おー、バッチリですね。あれ、もう夕方になってる、マジで。あれ、なんかこんなに日が出てる時間短かったかなっていう、ちょっと自分の記憶よりゲームシステムを疑い始めるという。よし、こいつら頑張って倒すか。そうだな、火を立てて花食べちゃおうかな。花を、あ、花どこやった、これを食べてお腹いっぱいになっとこう。よし、戦うぞ。あまり量多くなかったしな。わ、いた。そうだな、もうこいつはご了承しないとダメだった気がする。オッケーオッケー、こいつはなんかまだ避けられた気がするんですよね。あ、ダメだ、もういいやうまく戦おうとするのはやめよう、もうご利用しでよし、ギアギア、これをちょっと、お、パープルジェムってのを手に入れたぞ。わ、どうしよう。よし、ギアをとりあえず手に入れられたので、これで冷蔵庫を、あれあれ、これどうなってる。あれ、なんかいろんなものが、もしかして燃えちゃったバックパックが何入れてたっけ、あんなの、あの、なんか、かける24とか17とか書いてあるけど、ちょっと勘弁してくれ。あれ、ちょっと待ってよ。生きることは大丈夫か、ここで、一日過ごすことは大丈夫なのか、それを教えてほしい。でも、バックパックってどうやって作るんだっけ。あー、そうか。藁か。藁が全部吹っ飛んだのか、これ。あー、しかもその灰も、どっかに飛んでいってしまっている。あ、ちょっと待って、これピンチだな、ちょっと。ちょっと待ってくださいね。あと、あ、そうだ、人参だ、多分。人参を結構入れてたな。あ、とりあえずバックパックを作らなきゃいけない。あ、人参と藁が、一瞬にして。なんてこった。そんなボンミスあっていいのか。ボンミス、ちょっと近くに大きすぎたんだな、多分。まあ、とりあえず夜はもうここで過ごすしかないですね。参ったな火の元にリュックは置かないようにしましょうね。はいはい、朝になりました。というか皆さん大変です、木炭も燃えてしまいましたあんなに1日目2日目かけて、時間をかけて手に入れていた木炭がグニャーって感じなんですけどよし、ここの木炭もらっていこう。よかった、燃やしておいて。もう、そうなんですよ、藁も全部飛んじゃったってことはあれなんですよね、ロープもな、作れなくなっちゃってるから、また藁を回収しながら帰らなきゃな。いや、これはグニャー以外の何者でもないですよ。視界が歪んでしまう。よし、じゃあ一回拠点に帰るかな。なんでこんなことになっちゃったかな。よいしょ、よし、木炭はかなり手に入ったぞ。24、
かなり辛い損失を出してしまいましたけども帰ってきましたよいしょ。あーベリー、あれを倒さなきゃな。ブーメラン、これ難しいんですよね。よっよっ、あれ2発で倒れなかったっけ。3回、あれこんなに、あ、こんなに強かった？わかんない、なんか2発ぐらいで倒れた。あ、お腹すごい減ってるからかな。そうかも。あ、ドラゴンフルーツできてる、ラッキー。とりあえずこれで食べよう、飢えをしのぐぞ。で、ドラゴンフルーツは何入れてもよかったはずなんですよね。多分枝3つとかでもいいものができたはず。ちょっと若干記憶が曖昧ですけど。あー、なんか腐ってる。花かな、多分花だろうな。よっ、象の花を食べ損なねてしまいましたね。あとは冷蔵庫を作りたい。冷蔵庫どうやって作るんだったかな。多分この辺か、違う、この辺。どこだろうな。あ、あったあったあった。あ、金がいるのか。そっか、金ね。オッケー。あとクロックポットをとりあえず作る。よし、これでできるんじゃないかな。もう1台ちょっとなんか近いけど木をちょっと立てすぎたせいでやたらと近いですけどね。あとはどうしたらいいのかな。種を植えるか。よっ、人参はもらっておいて種を植えて、オッケーオッケー。でモンスタージャーキーと普通のお肉と人参一つで、あの150のやつを作りましょう。これは食べておこうかな。うん、いい感じ。体力はもうだいぶ回復しましたね。ただちょっと産地が怪しくなってきましたね。なぜこんなことになってしまっているのかあー、木が足りてない。ちょっと待って、あれが危ない。あれ、どれ、火が危ういぞ。よし、でこの辺のお肉はガンガン使っておきたいですね。モンスターミートどっかにあるかな。なさそう。また雲を倒しに行かなきゃいけないっぽいですね。うん、産地の減りが怪しいからそろそろ豚を率いて、何ですか、ちょっと産地回復に貢献してもらおうかな。でギアをとりあえず入れといて、金を取りに行かなきゃいけないんですよね。あと石ももうないですからね。いろんなものがいろんなものがないな。 あとこれ一つ作っておこうかな。ロープ、よっよっ。ドライングラックとかポットは別にいくつあってもいいので、あー、あっちの方に行くのちょっと怖いな。あ、建てられるところが、建てられるところがちょっと手狭なんですよね、この土地が。あー、向こう行かなきゃダメか。よっ、でもう一回これを入れておこうかな。よし、まあそこまでダメになったってわけじゃないと思います金持ってないよね。もしかして金も燃やしちゃったかな。全部使ったっけ、金って。どうだったかな。うん、とりあえずちょっと金をまた探さないとダメっぽいですね。よし、じゃあ今回はこの辺で終わっておきますか。いやー、バックパック燃えるとはな。まあ燃えるのは知ってたんですけど、
本当に燃やしちゃうとはなって感じですよね。あ、これだけ植えとこうかな。よっよっ。はい、ということで今回も、Don't Starve 見てくれてありがとうございます。それではまた次もよろしくお願いします。はい、ではまた。よっよっ。よし。